ず企業名と事業内容を教えてください。はい、サージ宮脇株式会社の菊池と申します。どうぞよろしくお願いします。弊社は電気柵を中心とした鳥獣害の侵入防止アイテムを、取り扱わせていただいている会社でございます。ありがとうございます。コンサミットに出展された目的を教えてください。はい、電気柵の資材、特にも電気柵、電気柵用電源の新しい商品を広く取り揃えておりますので、そちらを紹介させていただきたく参加させていただきました。ありがとうございます。今回の出展の内容を教えてください。はい、とても小型なソーラーの電気柵システムであります S6、 それから S12、 S30、そして S60 という、小型から、中規模型の、電気柵電源を用意しております。非常に特徴のある新しいシステムでございます。ぜひお手に触れて見ていただきたくお持ちしました。ありがとうございます。最後にご覧になられている鳥獣被害対策に係る関係者の皆様へ一言お願いいたします。はい、電気柵で、防除できる古くて新しい技術と言われております電気柵なんですけれども、管理、それから新しいアイテムを使うことによって、また幅広くですね、鳥獣害対策をやっていただけると思います。ぜひともサージ宮脇をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。